平成29年10月5日、熊本県火山防災協議会の初会合が阿蘇市で開かれ、中岳第一火口を視察した後、会議を開き、広域避難体制などを確認しました。まず、熊本県火山防災協議会のメンバーである蒲島郁夫県知事や佐藤阿蘇市長ら21人が、火口周辺1キロ以内が立ち入り禁止となっている火口園に入り、中岳第一火口を視察しました。火口園では、気象庁や環境省の職員から、中岳第一火口の活動状況や火山灰の除去などの説明を聞きました。視察の後、阿蘇市内のホテルで開かれた熊本県火山防災協議会には、会長の蒲島郁夫県知事や佐藤義興阿蘇市長をはじめ、市町村関係者、有識者ら40人余りが出席して開かれました。この熊本県火山防災協議会は、活動火山対策特別措置法によって、活火山がある県や市町村で火山防災協議会の設置が義務付けられたため、今年の3月に発足したものです。初会合では、県から協議会が設置された経緯を説明、今後は避難対象地域や情報の伝達方法などについて協議していくことを確認、県や市町村、自衛隊などで組織する幹事会の設置を決めました。会議の後、蒲島県知事からは、早く安全性を確認し、多くの方に素晴らしい阿蘇を見ていただきたい、また防災と絡めた安心して観光を楽しめるシステム作りも進めていきたいと語りました。